私の名前はトネリコ。あなたの名前は？おっと失礼。今夜は空が随分と綺麗だったもので。俺の名前は、ジークベルト・ミュラー。こんな夜中に森で一人とは。お嬢ちゃん、迷子か。何を言っているんですか？私は君を愛す、ただの植物愛護団体のものですよ。こうやって日夜、植林活動に勤しんでいるんです。迷子だなんて。決してどこから来たかわからなくなったわけでは。どう見ても一箇所に植えすぎだろ、それ。あなたこそ、こんな夜中に怪しすぎます。私なんかより数倍怪しいです、ふふん。俺は剣の稽古をした帰りだよ。しかし、こんな夜中に子供を保護してしまうとは。だから迷子じゃないんです。信じてください。ふむ。では本気で植林をしていたわけか。はい、そうなんです。町が発展すると、伐採もたくさんするでしょう。だから、少しでも木々が増えたらいいなーって。ほほう。日中に一人でやっていると、みんな、怪しんでくるので、夜にこっそりやってるんです。夜にやる方がよほど怪しいか。でもまあ、なかなか真似できることじゃない。偉いものだよ、嬢ちゃん。ふう、ありがとうございます。しかし、こんな遅い時間に出歩くのは少々危ない。今、この町は行方不明事件が相次いでいる。活動はほどほどにして早く家に帰るんだな。そう、やっぱりこの町だったのですね。うん。この町から変異したマナが時折感じられていました。マナは世界中から国々に広がり、やがて世界中に帰ります。汚れたマナもまた世界中を介し、たくさんの生き物に伝わります。ふむ。世界中は万能ではありません。魔力とマナ、正しいことに使わないと。マナがバーストすると、この世に災いがもたらされる、か。昔、世界樹関連の本で読んだことがある。あなたとは昔どこかで会ったような。いや、俺の記憶が正しければ初めて顔を合わせるが。そうですよね。失礼しました。しかし世界樹の仕組みを知っているなんて、今時珍しいな。お嬢ちゃん、一体何者？いきなり消えるとは、植物愛護の力ってすごいな。巡回中に旅行者とおぼしき2名が反抗的な行動をとりまして、しかもそやつら、行方不明者、マジックアイテム、画像とか、いからぬことを探ろうとしている可能性大かと。今から引っ捕らえて参ります前に、デッカーマン様へご報告をと考えた次第にございます。冒険者のギルドに所属していると言っていたのでしょう？こちらから表立って捉えてしまうのは、いらぬ面倒ごとに発展するかもしれません。罠を仕掛けて、どうあがくかたわぶれてみるのが良いでしょう。せいぜい嗅ぎ回ってもらおうじゃありませんか。一人や二人、どうとでもできる力が今の私にはあるのですから。海底トンネルが完成するまでの良い時間つぶしになりそうです。クッ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 ク。俺の名前はジークベルト、ミュラー。今日も海底トンネルを掘る作業をしている。二日前に、工事現場で大量の爆薬が爆発する、なんとも悲しい事故があった。その結果、トンネルの頭上に大穴が開き、海水が流れ込む大惨事。
昨日は作業員、総出で海水の排出作業をしていた。よし、今日もしっかり稼いでうまい飯を食うとするかね。今日も来てくれたカメラー君。石の鶴橋しかないが、残り5日でやれるところまでやりきるつもりじゃ。デッカーマン博も鬼ではあるまい、きっと理解してくれるじゃろうぜ。そうだな、そう思って頑張るか。さあ、工事の遅れを取り戻すのじゃ。俺は今日はどこを掘っていったらいいかね。そうじゃな、最深部を皆と共に頼もうかのう。大変だ、現場主任。石の鶴橋では硬すぎて掘れない大岩が出たんだ。なんじゃと。ふむ、行ってみよう。ここか。ふむ、確かに石の鶴橋では到底壊せそうにないな。どうしたものか。うちに任しとき。ここら周辺に海水の気配はない。今度は絶対大丈夫や。もしや、お主が言っておることは。そうや、もう一度爆薬で道を切り開くんや。そうは言うも、前回の悲しい出来事があるぜて。うむ、他の手を考えよう。なんでや、今度は成功間違いなしや。あれから念入りに計測も行った。ここは海底から距離もあるのだろう。もう一度信じてやったらどうだい。じゃがな。これ以上、失敗を重ねるわけには。人間、失敗するときは誰にでもある。でも、人は失敗があるからこそ成長していける。むむ。本当の仲間っていうのはさ、失敗するときがあったとしても、そんなことを笑い飛ばして、共に歩んでいける奴のことを言うんじゃないかね。メラー、お前、いい奴だな。そうじゃな。その通りじゃ。おっさん。わしは大切な何かを忘れていた気がする。わしも若い頃は失敗の連続じゃった。それでも仲間たちは、笑い飛ばして一緒に歩んでくれた。昔を思い出したぞ。おじさん。現場主任。よし、もう一度爆破を行う。失敗なんぞ恐れずに次の糧にするぞ。爆薬の準備じゃあ。おお。やっぱり爆薬の数が多いような。なあに、ここは海底からも随分離れておる。大丈夫ぜ。そうぜ、現場主任を信じるんぜ。いやいやいや、だから極端すぎなんだって。見ている人も、またこのパターンか、とか思っちゃうから、これ。何をわけのわからんことをごちゃごちゃと。おっさんら0か100しか基準がないのか。しのごの言うな、点火するぞー。ファイル。まずい。これはじゃあ、モンスターハウスじゃあ。ブレイズのモンスターハウスじゃあ。しかも大量の爆薬を使ったせいか、すっごい機嫌悪そうじゃぞ。全員、避難じゃあ。燃やされてしまうぞ。てなことが今日あってさ。また、そんな面白いことになっていたんすか。ぐー、こっちは聞き込みばっかりやっていたのに。アルフレイト、明日は一緒に来てもらおうと思っているよ。本当すか、先輩。ああ、ちょっと考えがあってな。それはそうと。先に聞き込みの経過を聞こうか。はい、行方不明者は決まって夜、忽然と姿をくらますとのこと。あと、少なからずですが、男性も行方不明になっているようです。お前の予想では、マジックアイテムを使った、ウィザードが犯人だったか。それと、エッカーマン博の情報ですが、数年前、父親が亡くなり現当主の座についたようです。高めの税制を敷き、言論統制まで行い始めるなど、王都にも知らされていない内容が多々ありです。ふむ。今、この町は多くの問題を抱えておる。まだ表面化しておらぬが、やがて明るみになり、町は衰退していくじゃろう。
そうなる前に新しい交易方法を作り、街を発展させたい。豊かになれば、エッカーマン博も寛大になられるはずぜ。街の将来のため、この海底トンネルを完成させる。この労働に従事している者は皆、そんな考えで参加をしておる。しかし、あれだけのモンスターが現れては、明日の作業は中止ぜ。今度こそ、もう無理かもしれんのう。なになに、怖そうな顔しちゃって。わあ。あら、大声を出す姿も素敵。これは失敬。考え事をしていたところでね。周りへ意識が行ってなかったらしい。あら、そうなの？それは驚かせちゃったわね。エッカーマン博のことだけど、私、お屋敷で働いていたことがあるのよ。ほほう。先代の領主様のお人柄が好きで働いていたのだけど、今の領主様に変わった時、クビになっちゃったわ。クビになった理由は？こっちが聞きたいくらいね。町から働きに行っていた人の多くがクビになったの。都合の悪くなる理由でもあったのかしら。なるほどね。それはそうと私、明日お休みよ。今夜はフリー。忘れられない一夜を過ごさない？イザベラさん、積極的ですね。そうよ、私、いつでも後悔したくないの。相手と真剣に向き合うなら、まず、自分自身が素直にならないとね、うふふ。人との付き合い方、か。今夜は少々忙しくてあれだが、明日ならデートしようか。本当？超嬉しい。ええー。これだけ熱いアプローチをされたらな。どうしちゃったんすか、先輩。明日はアルフレイとも一緒にデートだよ。か、勘弁してくださいよ。実はやりたいことがあってだな。その内容なんだが。ん？あれは、俺の現場でやんちゃしている、魔法娘じゃないか。名前は確か、パウラ、だったか。どうも足がおぼついていないすね。行方不明事件で物騒な時期でもあるし、個人的に要件もある。よし、アルフレイト、尾行するぞ。はい、先輩。教会まで来たが。日中でも人気が全くない、教会の裏側すね。パウラはこの先に進んでいったか。ワクワクしますね、先輩。いた。ここがゴールってことすかね。一点を見つめている、か。操られている感、半端ないっす。これがマジックアイテムと魔法によるものとすると、マインドイロージョンの系統だろう。魔法自体が不安定で、使いこなせる人は限られる、という。よほどの修行を積んだハイウィザードの魔法でもない限り、強い刺激を加えたら、大体正気に戻る。よし、直接事情を聞くぞ。ヒデブ。ここは、うちはどうしてこんなところに。君、ここまでフラフラと一人で歩いてきたんだぞ。え？やはり記憶がないのか。あんたは、ミャラーさん。魔力の減少もなく、元気そうだ。アルフレイト、この周辺で怪しい箇所がないか調べよう。お墓。先輩。ここに怪しい仕掛けが。見つけたか。落とし穴。これは隠し通路か。恐ろしや。声をかけてもらわへんかったら、うちどうなってたことか。パウラちゃん、誰かに囚われていたかもよ。ひえー。ふふ、ここを辿っていけば、犯人と会えそうだな。今から行きますか、先輩。罠の可能性もある。準備を済ますまではやめておこう。了解です。それに先輩は明日、デートですもんね。お前は昔から口が達者で、俺は鼻が高いよ。よし、この場は目立つ、一旦離れるぞ。はい。
ち。こっちもか。ふふふふ。お前たちは嗅ぎ回りすぎたようだな。あふ、傷だらけの敵死体で発見される運命になろうとは。自分たちの好奇心を信じて反省するのだな。殺されてまう？先輩、やりますか？アルフレイト、あの二人は任せたぞ。俺は後ろの二人を倒すとしよう。了解しました。やられないでくださいよ、先輩。お前がな、アルフレイト。ふふ。状態異常魔法を食らうがいい。この世界の殺し屋の展望っていうのは、非常に明快なものだ。前衛と後衛に分かれ、まず後衛が状態異常魔法を放つ。魔法が大きく効けば、自分より格下。少し効果があれば自分と同等。全く効かなければ格上、というわけだ。あかん、うち、吐き気とめまいしてきた。格下なら楽に倒せるし、同等なら本気を出すしかない。格上なら、逃げるが得策だ。相手のランクが判明したら、前衛が壁となり時間を稼ぐ。後衛は相手を倒せる魔法を詠唱し、詠唱を終え、魔法を放てば大体の勝負はおしまいだ。この男、状態異常魔法が全く効かないぞ。俺たちよりよほど、強いというのか。ありえん。俺は攻撃魔法に転ずる。状態異常が効かないのに勝算あるのか。このような場合、前衛が混乱しているので先に倒す。その詠唱は、アイスジャベリンか。詠唱完了まであと4秒ってところだな。では、唱え終える前に気絶してもらおう。あだあっちは、楽そうに倒すな。弱すぎでしたね、先輩。俺は結構、精一杯だったけどな。あんたたち、超強かってんな。ある、パウラに怪獣の魔法を。大丈夫かい？副兵がいるかもしれん、離れるぞ。うち、ファンになってしもたわ。今の私か。ジークベルト、ミュラー。あの人なら、任せられるかもしれない。